彼らが失敗した理由っていくつもあるんですけど、一つは通貨バスケット制にしちゃったこと、そしてもう一つは大手がやろうとしたことですよ。それはね無理ですって。だってこれねものすごい利権をぶっ壊しに行く話ですから、こんなもん大手がね、大手がやりますって言ったらそら袋叩きになりますよね。こういうことはベンチャーじゃなきゃできないんですよ。何を言いたいかというと、ウーバーってあるでしょ、ウーバーってはっきり言って白タクですよ。最初から違法なんですよ。そうでしょ。あれね、Google が Uber の構想をね最初からやりますなんて言ったら、何やってんのって話して、お前バカかって言ってもボコボコにされて終わりですよ。もう Uber で生活してる人何万人とかなっちゃって、今更これ違法にできないよねってなっちゃって法律を変えさせたんですから。だからね、その既得権益をねぶっ壊すような話って、大手がやりますなんて言ったらもうその瞬間世界中から叩き潰されて終わりですからね。だからこんなねデジタル通貨を出すなんていうのは、世界中の中央銀行とか世界中の銀行に喧嘩を売るって話ですからね。こんなもん大手がやりますなんて言ったらもう速攻潰されて終わるんです。私最初からその2つ言ってましたよね。なんで通貨バスケットなんだと、せめてドルにしろと。なんで Facebook 大手がそんなことやったって潰されてしまうだけだろうと。その通りになってしまいましたね。読みます。メタがデジタル通貨 DM、旧リブラ。だから旧リブラがね、スタックしちゃったからイメージ変えようと思って DM っていう名前にしたんですよね。の発行を断念する公算が大きくなった。欧米メディアが26日、DM の運営団体が技術資産を売却すると報じた。旧 Facebook は2019年にリブラの構想を発表したが、金融当局などの懸念が強く、計画が大幅に遅れていた。アメリカウォールストリートジャーナルなどによると、運営団体、米 DM 協会が、米銀行持ち株会社のシルバーゲートキャピタルコーポレーションに技術資産を売却する。売却金額は2億ドル約230億円規模とみられる。協会は売却収益を会員企業に分配し、活動を縮小停止するとの見方が出ている。メタの広報担当者は26日、日経新聞の問い合わせに対してコメントしないと。これね、金融当局からもそりゃ潰されるでしょうね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。